に出ちゃうんです。私の家はこのすぐ西側です。あ、ここから出るとオート方面の街道に出ちゃいます。私の家は町の南西の方にあるんですよ。ラッセル博士はどこにいらっしゃるのかな。おじいちゃんなら工房の方にいると思います。その扉の向こう側です。それじゃあ早速挨拶させてもらいますか。ここをこうしてこうすれば、うわぁ、うわぁ、あ、その人ね。はじめまして。私、遊撃士協会のエステル・ブライトって言います。実は博士に相談したいことが。アリ？できた！やったわい！ついに完成したぞ！さすがわし！すごいぞわし！こいつは早速テストせねばなるまいて。うわあ！なんのよ！ごめんなさいエステルさん。おじいちゃん、発明に夢中になると周りが目に入らなくなって、数日前から作っていた装置がようやく完成したみたいなんです。なるほど、さすが天才って感じだね。そういう問題じゃないと思うんですけど。面目ないです。おじいちゃん、このお姉ちゃんたちが相談したいことがあって。おお、聞いた。いいところに戻ってきたな。今からテストをするからデータ収集を手伝ってくれ。でも、今度の発明は生体感知器を無効にするオーブメントじゃ。特殊な動力場を発生してスキャンをごまかすわけじゃな。ほんともほんと、賭けになしの新発明じゃ。ほれほれ、いいから起動テストの手伝いをせ。しばらくかかりそうだね。そこの黒髪の。僕のことですか。他に誰がおる。2階の本棚から動力場における赤緑地というノートを持ってくるんじゃ。ほれほれ、とっとと急がんか。はい、わかりました。よしは。ほれ、そこの触覚みたいな髪下の。
触覚。なんですって。ボケーっとしとらんでコーヒーでも入れてこんか。なんで私が。ちなみにわしはブラックじゃ。泥のように濃いやつを頼むぜ。聞いてないし。もう分かったわよ。さすが早いな。あれ？そういえばエステルさんたちは？誰じゃそれ。そういえば見覚えのない若い女子どもがいたが、はてマードックのやつがよこした新人かの。すっかりお前さんたちを中央工房の新人かと思ってな。いつものノリでこき使ってしまったんじゃ。たく、笑い事じゃないわよ。コーヒーだけじゃなくて散々手伝いをさせてさ。まあまあ、貴重な経験をさせてもらったと思えばいいじゃない。新型オーブメントの起動実験なんてめったにあるもんじゃないんだし。はあ、お前さんなかなか分かっておるようじゃの。どうじゃ、遊撃士なんぞやめて動力学者への道を進んでみんか。もうおじいちゃんたら。ごめんなさい、エステルさん、ヨシュアさん。なんだか私も実験に夢中になっちゃって。ティータちゃんは謝る必要はないんだからね。はあ、動力革命の父とか言うからどんなすごい人かと思ったけど、ここまでお調子者のじいさんとは思わなかったわ。そう褒めるでない。しかしまさかカシウスの子供たちが訪ねてくるとはの。わしの方もびっくりじゃよ。あ、やっぱり博士って父さんの知り合いだったんだ。うん、結構前からのな。あやつが軍にいた頃からじゃから20年以上の付き合いになるか。私もカシウスさんと会ったことがありますよ。おひげの立派なおじさんですよね。立派というかうさんくさいというか。でも、そういうことならあれを預けても良さそうね。そうだね、問題ないと思うよ。なんじゃ、なんかあるのか。そういえばお前さんたち、わしに相談があるそうじゃな。うん、実はね。深いの。キャリバーがないのもそうだが、継ぎ目の類が見当たらん。しかもこのフレームは。な、何してんの。特殊合金製のカッター。やはりか。ほれ、見てみるがいい。う、うん。
傷一つついてない。どうやらこのフレームはわしが知っているどんな金属よりも硬い素材でできているようじゃ。切断して中を調べるのはかなり難しいかもしれんな。そんなにとんでもない代物なんだ。切断するのが難しいとなると困ったことになりましたね。まあフレームの切断は時間をかければできるじゃろう。しかしその前に測定装置にかけてみるべきかもしれんな。測定装置？さっきの実験でも使ったあの大きな装置のことですよ。動力波の動きをリアルタイムに測定するための装置なんです。よくわかんないけど、その装置を使うとどうなるわけ？簡単に言うと、このオーブメントがどんな働きをするのかがわかるんじゃ。もっとも動力波の動きだけではあくまで推定の範囲内にとどまるがな。それでも重要な手がかりは得られる可能性が高そうですね。それじゃ早速。でもおじいちゃん、そろそろご飯の時間だよ。エステルさんたちもよかったら食べてってください。あんまり自信はないですけど。それじゃあ遠慮なく。よかったら僕たちも手伝うよ。よし、それじゃあこうしよう。食事の支度が済むまでわしの方はちょっとだけ。ダメ、私だって見たいんだもん。抜け駆けはなしなんだから。ケチ。なんていうかこの二人、血は争えないってやつだね。腹も膨れたことじゃし、早速始めるとしようかの。それではエステル、例のオーブメントを台の上。これでいいの？ご苦労。ティーターや、そちらの用意はどうじゃ？バッチリだよ。よろしい。それでは黒の動力器の動力波測定実験を開始する。黒のオーブメント？なんかまんまなネーミングね。シンプルイズベストじゃ。とりあえず名前がないのは不便じゃからの。ドキドキワクワク。この子はこの子ですっかりやる気満々だし。よし、それでは始めるぞ。ティータ、装置の起動を頼む。出力を 45% に固定。各種測定器のスタンバイ開始。了解。各種測定器準備完了だよ。さてここからが本番じゃ。入出力が見当たらない以上、中の結晶回路に動力波をぶつけて反応を探るしかないわけじゃが、そこでこの測定装置の進化が発揮されるというわけじゃ。ノリノリね。へへへ、ポチッとな。へえ、いかにもそれっぽい光ね。なるほど、ああやって結晶回路に負荷をかけるのか。よしよし。ティータや、測定器の反応はどうじゃ？なんだか
変かも。なん？タコメーターの針がブルブル震えちゃって、あっ、くるくる回り始めたよ。なんじゃと？なんじゃこれは。よしは、これあの時の黒い光。なんじゃと。止めてくれるな。あと少しで何かがつかめそう。ちょっと街中の照明が消えてるわよ。ふえ、なんと。仕方ない、これにて実験終了じゃ。ケーキの方はダメじゃ、何も記録しておらん。ということは生きていたのは黒の動力器が乗った本体のみ。あとは根こそぎということか。よかった、実験を中止したみたいだね。あ、ヨシュア、外の様子はどうなの？照明は元通りになったみたいだ。まだ騒ぎは収まっていないけどね。そっか。でも一体全体何が起こっちゃったってわけ？そうじゃな、あえて表現するならば動力停止現象というべきか。動力停止現象。オーブメント内を走る動力が働かなくなったということですね。やっぱりその黒の動力器が原因なのかな。間違いあるまい。しかしこれほど広範囲のオーブメントを停止させるとは。こいつは予想以上の品物じゃぞ。面白い、すこぶる面白いわい。面白がってる場合じゃないと思うんですけど。博士！おお、マドック、いいところに来たじゃないか。いいところじゃありません。毎回毎回新発明のたびにとんでもない騒ぎを起こして街中の照明を消すなんて、今度は何をやったんですか？しっけーな。今回はわしは無関係じゃぞ。そこに置いてある黒の動力器の仕業じゃ。それは例の。なるほど、それが原因ならこの異常事態もうなずける。だからといってあんたが無関係ということがあるか。ち、バレたか。なんかやたらと息が合ってるわね。いつもこんな感じなんだ。あう、恥ずかしながら。
昨日は大変な一日だったわね。この町自体もびっくりしたけど、あんな事件が起こっちゃうなんて。そうだね。それにしても黒のオーブメントか、想像していた以上に大変な品物だったみたいだね。うん、実験には失敗しちゃったけど、博士どうするつもりなのかな。おはよう、ティータちゃん。おはよう。昨日は大変だったね。そうですね。エステルさんたちはよく眠れましたか？うん、バッチリよ。そういえば、博士はもう起きてるの？あ、おじいちゃん、朝早くに中央工房に行っちゃったんです。絶対に黒の動力機の秘密を突き止めてやるわ。あれだけ工房長さんに釘を刺されたのに、まだ懲りてなかったんだ。僕たちが持ち込んだ品物を調べてくれるのはありがたいけど、ちょっと申し訳ないな。気にしないでください。おじいちゃん、自分が調べたくて調べているだけなんですから。そうだ、朝ごはん食べたら私も中央工房に行きますけど、私たちはどうします？もち、付き合うに決まってるわ。あのオーブメントの正体も知りたいし。そうだね、何か手伝えるといいんだけど。はあ、だったら一緒にお出かけですね。あ、いけない、スープをかけたままだった。すぐに朝ごはんできますから、もうちょっと待っててください。あれ、お持ち帰りにできないかしら。エステル、おじさんっぽいよ。さてと、おいしい朝食もごちそうになっちゃったし、中央工房に行くとしますか。その前に、できれば一度ギルドに寄った方がいいかもね。念のため、昨日の一件について報告した方がいいかもしれない。あ、それもそっか。ねえ、ティータちゃん、ちょっと寄り道してもいいかな。はい、もちろんです。おはよう。昨日は大変だったわね。早速報告を聞かせてもらおうかしら。あ、相変わらず単刀直入ね。大体の状況は工房長から聞いているけど、実際に現場にいた人間の説明も聞いておきたいから。はい、それでは。なるほど、さすがカシウスさんのところに匿名で届いただけあって、真っ当な品ではなかったわね。ギルドとしても気になるから、このまま博士に協力するといいわ。うん、そのつもりよ。何か分かったら報告します。やはり黒ギルドとして、
ですよ。中央工房は町の北側にあるんです。あの中央工房は、
や。おはよう、工房長さん。おはようございます。まったく、昨日の事件には参ったよ。今朝も早くから市民の苦情で大忙しさ。うわ、かわいそう。別に工房長さんが悪いわけじゃないのにね。すみません、工房長さん、こんなトラブルを引き起こしてしまって。あ、いやいや、君たちが謝ることはないよ。こういう事故は実験の過程ではたびたび起こりうることなんだからね。まあ、ラッセル博士の場合はたびたびというよりしょっちゅうだが。その博士なんだけど、もう来てるの？おお、よほど張り切ってるみたいでね。随分と朝早くから来ておられるよ。きっと手伝いが欲しいはずだから、すぐに行ってあげるといい。今ならきっと3階の工作室にいらっしゃるはずだよ。3階の工作室ですね。では早速行ってみます。うん、気になるもんね。あー、ティータ君。はい、何でしょうか。くれぐれも博士に無茶だけはしないよう、よくお願いしといてくれよ。また昨日みたいなことになったら当分実験ができなくなるからね。あ、はい、わかりました。じゃあ工房長さん、失礼します。また失敗か。おじいちゃん、お手伝いに来たよ。ティータ。おや、お前さんたちも来たのか。やっぱり気になっちゃって。で、一体何してるの？見ての通り、工作機械を使って黒の動力機のフレームを切断しようとしているんじゃが、これがなかなかうまくいかなくてな。どういうことですか？百聞は一見にしかずじゃ。ポチッとな。お、なにこれ。工作用の丸ノコです。特殊合金製で
切断できちゃうんですけど。へえ、これなら。止まっちゃった。やっぱり。小規模だけど、昨日と同じ現象ですね。どうやらこの黒いやつは監視をしようとするオーブメントの機能を停止させてしまうらしい。単に照明を消すだけにはとどまらなかったみたいじゃな。そうなんだ。でもおじいちゃん、ゆうべみたいに周りに広がったりしないの？うん、いいことに気づいたな。どうやらこの停止現象は周囲で稼働中のオーブメントに連鎖して広がっていくものらしい。有効範囲はおよそ5アージュ。逆に言ってしまえば、範囲内に稼働中のものがなければそれ以上は広がらんというわけじゃ。なるほど、そんな法則があったんですか。じゃがそれが分かったところで、肝心要の機械を止められては中を調べることはできん。これは困ったことになったの。なんとか人間の力で切断することはできないの？気合と根性でとかさ。無茶だよエステル。特殊合金製のカッターでも傷つけられなかっただろう。ああ、そっか。だったら火を使えば？溶鉱炉に入れて溶かしちゃうとか。そんなことをしたら中もただじゃ済みませんよ。やっぱダメか。ふーん、いや、いけるかもしれんぞ。え？高温で溶かす方法ですか？いや、そうではない。要は動力、オーブメント機構で作動する機械を使うから問題なんじゃ。工作機械を動力以外で動くようにしてしまえばいい。機械を動力以外で動かせるようにする？そんな方法があるんですか？内燃機関といってな、火を燃やしてエネルギーを生成する仕組みがあるのじゃ。アイディア自体は昔からあるが、動力機関よりも効率が悪くてな。ただ工作機械くらいなら簡単に動かすことができるぞ。そんなものがあるんだ。なるほど、それで火なんですね。でもおじいちゃん、内燃機関のユニットなんて私見たことないけど。確か中央工房のどこかに研究用のものがあったはずじゃ。おっと、それから燃料を調達する必要があるな。燃料って油のこと？いや、ガソリンという燃焼力の高いものが必要じゃ。溶剤としても使うから割と備蓄があったはずじゃ。なんとかいけそうじゃの。よし、早速工作機械を改造してみるか。あ、私も手伝うよ。私たちも何か手伝えることないかな。ティータちゃんみたいに専門的なことは無理だけど。だったらその内燃機関とガソリンを取ってきてくれんか。少々重いが遊撃士の体力ならばなんとか運べるじゃろ。オッケー、任せて。内燃機関とガソリンですね。どこに置いてあるんですか？はって。
まさかどこにあるのか忘れてしまったんじゃ。うん、忘れた。あっさり言わないでよ。エステルさん、多分演算室だったらどこにあるかわかると思います。演算室？5階にある部屋で動力演算機があるんです。中央工房に関する情報が全部記録されているから保管場所もわかると思います。すごいな、そんな場所があるんだ。てなわけでよろしく頼むぞ。まったくもう。まあいいや、とりあえずその演算室ってところに行きますか。うん、誤解だったね。うん、何をやっとるんじゃ。早く内燃機関とガソリンを取ってきてくれ。ガソリンと内燃機関の保管場所は5階の演算室でわかるはずですよ。5階の演算室ね。じゃあとりあえず行きますか。
フーゴ君、聞いたよ。ルアンのクライゼン君が辞退したそうだね。彼に代わる人材か。そう簡単には見つからんだろう。